今年、佐賀で開かれる国スポ全ー全勝スポで佐賀テレビは大会のオフィシャルスポンサーとして協賛契約を結びましたきょうは佐賀テレビの指山弘社長が県庁を訪ね佐賀2024実行委員会会長の山口知事から感謝状を受け取りました実行委員会は大会の広報や運営を支援する企業協賛を募っていて 佐賀テレビはオフィシャルスポンサーとして契約しましたふるさと佐賀に基盤が終わるまあ放送局としてまあしっかり役割を果たして大会の成功にね貢献していきたいなというふうに思っております県によりますと、昨日までに100の企業や団体から物品協賛も含めおよそ1億9000万円が寄せられているということです